ケニア山国立公園はアフリカ第2位の山であるケニア山一帯を保護するために1949年に設定された国立公園。標高5199メートルの山のうち3350メートル以上の地域が対象となっている。自然林の保護区も含むが森林保護区設定は国立公園に先んじるものであった。 1978年に生物圏保護区にも登録されており、1997年にはユネスコの世界遺産にも登録された。比較的標高の低い地域にはコロブスなどの猿、およびケープバッファローなどが見られ、ゾウなどの大型動物は標高4500メートル以上に生息している。一体は火山の堆積物で土壌が肥沃であり、 斜面を大量の水が流れてくれることから農業に適している。このため、境界領域での人口増加が進んでおり、一部地域では、ゾウなどが農地に迷い込まないように通電させた防壁を設置している場所もある。植生に関しては、いわゆるジャイアントロベリアやジャイアントセネシオといった巨大な双本の群落が見られる点が特色の一つであり、固有種も 数種類存在する。1997年にケニア、山国立公園などが、ケニア山国立公園、自然林として登録され、2013年に、レワ野生生物保全地域を加える形で、拡大登録された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。